皆さんこんにちは、ひめりんごです。今日もねちょっと暑かったんでね、宅飲みの準備パパッとやって、あのもう飲みたいと思います。暑かった。はい、今日じゃお仕事の方もお家の方も一緒に乾杯しましょう。お疲れ様です。乾杯。ちょっとね汗がすごくてね、今外にちょっとねワンコの散歩に行ってきた。なんかね午前中すごい寒かったのにね、半袖着てなかったのに急に晴れてきちゃって暑いんですよ。もうろくなもの作ってないですけどね。今日はこれは昨日の唐揚げのあのネギかけと、あとちょっと今日スーパーで買い物があったんで、もうめんどくさいんでね、もう昆布のサバ昆布、ちょっと身が薄いけど、これとあとねちょっと精をつけようと思って山芋とあのなんだっけ、めかぶと納豆でね、これを混ぜて食べて いこうかなと思ってね。もうあんまり暑いと食欲なくなるんですよね。本当にちょっとね気温差激しい。ちょっといただきます。食べれるから箸で。たまんない、ネバネバが。ちょっとねこれね身がね薄いんであれなんですけど、昆布好きなんでね、サバといただいてみます。あーすごい、あの酢で締めてるからすごい美味しい。うん、最高。もっとね分厚くてね値段のいいのがあったんですけど、ちょっとね平日なんでね質素に。うん、で私これちょっと今日ね、あのうちの近くにね、あの農家さんいっぱいいるんですよ。そこでね、よくスーパーに朝どれのね野菜出してる、このブロッコリーちょっと美味しそうだったんでね、早速湯がいて、ちょっとねドレッシング、これは一応焼肉とかまあ冷しゃぶとかいいみたいなんで、おろしタレをかけていたいと思います。もう玉ねぎのドレッシング飽きちゃったからね、ちょっとねいいかな。あとちょっとマヨネーズ、タタ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 タ、もっといっぱいかけるんですけどね、あの真っ白になっちゃうからこの辺にしときます。食べてみますね。ブロッコリー大好き、新鮮。こんな感じです。すごい大きかったの一株。うん、なんか違うわ。時間が経ってるとこの後ろのお尻のなんか軸の部分が茶色くなってたりするけど、これはもう全然そんなことなく、でうちのワンコも大好きなんで、早速今餌入れに入って、あの芯の部分が大好きなんです。もう喉がね渇きが止まらない。まあちょっとまあうん、あのねあのネギだれ作ったから染みちゃってるけど大丈夫で、ネギまた追いネギして今日、うん、
絶対食べないってことないから何が何でもね2日3日ぐらいね、まあ、カレーもそうだけど、とりあえず私は飲めればいいんで、もうこんな感じですね。昆布美味しい、柔らかすごいで、すごい酢もねいい感じのね塩梅、これからビールの消費絶対増えますよね。うん、やっとね、今日、あ、でも今日、昨日寒かったけど、今日まだ、まあ、今家の中25度なんですけど、にかけて食べたい。もうね、めっちゃね、お腹膨らむやつ。ひきわりやっちゃったからかな。普通の納豆だったらこれやっと、まあ、関係ないか。食べれない。セロリの漬物、いつもねきゅうりとか大根とかカブばっかだから、たまにはセロリで、セロリ大好き。めんどくさいんですよね、あのピーラーで筋取って、あれだけが。そんなこと言ったら何もね作れないんだけど、すっごいなんかでも美味しい。ないよ。あ、まだあった。これ飲んだらね、これ飲んだら次何飲もうかなって、そればっかり考えてるから、もうちょっと、ね、これが美味しすぎてね、これ最高。焼肉のタレがいっぱいかかった卵、一口いってるから。テレビ消してね、のんびりとね、最高ですね。犬たちは寝てるし、旦那はね、まだ帰ってこないし、これからまだね、ゆっくりと。ちり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 。まあ、飲むんでね、ちょっとずつ食べていかないとね、お腹いっぱいになっちゃう。飲みたいんです、食べるより。だから、大食いの人が羨ましい。で、細い人とかいるじゃないですか、YouTube 見てると。ほんと何回も米とか送っちゃって、どうやってこんな細い体にそんなたくさん入るんですかとか、
そんなことばっかりね、ああいいなと思って、うん、でもね、陰で努力してるらしいのでね、やっぱり、うん、私ぐらいの年齢になるとね、ちょっとハンバーガー3つとか4つとか食べれない、1個ぐらいがもうほんと、あ、ポテト、うん、まあポテトぐらいはいけるけど、ほんとね、ビールとハンバーガーとかってなっちゃうともう無理なんでね、羨ましい、胃袋になりたい。というわけで、今日もこれから YouTube 見て、一緒に飲んだ気になってね、寂しいんでね、一人飲みな、一人ぼっち飲みなんで、いつも日曜日だけはね、主人が、まあ、ここにいるんでね、月曜日から土曜日はだいたい一人飲みしてるんで、はい、ぜひ皆さん、あの米いただけたらすごく嬉しいです。はい、それではご視聴ありがとうございました。ではまた、ありがとうございます。